ディスカバリージャパン。まだ見ぬ新しい世界へようこそ。今回のテーマはかつて栄えたシリーズ。今回は岐阜県山形市の葛原集落を旅します。ここは江戸時代、美濃の国、山形郡葛原村と称し、天領であった。なお本来天領とは、天皇の直轄領のことだが、江戸幕府の直轄領だったと思われる。天領地は、政治、財政、交通、軍事上の用地に設けられ、年貢米や商品作物の生産地域、都市、港湾や鉱山、山林地帯などに重点的に分布していた。この葛原は、おそらく山林資源が豊富であることから、天領地となったのだろう。かつて栄えた村があった。人々は皆、明日を夢見て、元気に暮らしていた。村には何もなかったけど、それでも楽しかった。何より隣近所の、助け合いがあった。子供たちが、そこら銃を走り回って、とてもにぎやかだった。父は子供たちに、静かにしろと怒鳴っていた。それが、やっと静かになったと思ったら、村は限界集落と化していた。村は貧しかったけど、それでもみんな明日を夢見て、懸命に生きていた。しかしそれが櫛の刃が欠けるように、一人また一人と村から出ていった。町から人々は去り、家だけがポツンと残され、帰るあてのない家族をひたすら町は浴びている。ここで一緒に暮らしたあの人たちがいつ帰ってきてもいいように耐える姿がけなげだ。
いずれは朽ち果て、草木に飲み込まれていく運命か。まさかこんな日がやってくるとは、誰も想像だにできなかった。不自由な生活の中で、それでも懸命に生きていく。かつては賑やかだった、あの頃を覚えている人も、いずれは誰もいなくなるのだろう。この村で過ごした、かけがえのない日々、友情や絆、思い出など、それらも伝えられることもなく消えていく。すべてが懐かしい思い出だが、人が消えれば、そうした記憶もかすれていくのは、仕方のないことか。最後までご覧いただき、ありがとうございます。